にデビューさせたい選手がいます。キングカズの息子三浦孝太君。皆さんに素晴らしい試合を届けるんでよろしくお願いします。三浦孝太が格闘家としてこのライジンでデビュー戦を迎えることになりました。小学校ぐらいの時から好きだったんで、本当に10年までいけないんですけど8年とか。彼は一番得意なところは打撃なんで、通されないで殴れればいいと思います。ボクサーでもいけるなっていう、スピードもあるし根性もあるしインパクトとか、それはやっぱ持ってますよね。イーシン選手とか好きで大臣に来て、そうも好きになったって感じなんですけど、とにかくかっこいい競技やなっていうのは、金太郎選手とか見た目もファイトスタイルも大好きです。自分とは真逆の人生というか、かっこいいなみたいな思います。今まではお父さんのやっぱちっちゃい時は子供ってだけで注目はしてもらえてたんで、それだけじゃ嫌だなっていうのも自分の中で芽生えてきて、みんなと一緒に寮生活したんですよね。まあ、母さんの方から入れたいと。自分とは違うその地方から出てきて、そのハングリー精神持ってる人たちの中でも生まれ年っていうのはあったみたいで、なんかいじめられたりとかするのかなっていうのはあったんですけど、すごいみんな、なんて言うんだろう、優しく接してくれて、本当になんか遠慮とかなく普通に接してくれたんで、すごいそれは嬉しかったです。三浦孝太が格闘家としてこのライジンでデビュー戦を迎えることになりました。いい子なんですよ。いい子で、ライジン出場が発表された時に結構批判を受けてたじゃないですか。だからかわいそうだなと思って、ただお父さんの名前だけ出てるんじゃなくて、一生懸命練習してる姿を知ってたんで、僕はダンカー組んで出るのが普通なんですけど、彼の場合はいきなり大舞台だから逆にすごい挑戦をしてるんですよ。他の人より考え方変えれば、なんで出れんだろうみたいな、こう自分より実績がある選手とかと練習してて結構やられたりしてる中で、複雑な気持ちとかも思ったし、絶対両親反対するんだろうなとかも思いました。お母さんはやっぱりその心配もあったし、ちゃんと一からやった方がいいっていうのも、でもお父さんは出れるチャンスをもらった中で断るっていうのも逆に失礼に当たるんじゃないっていうのも少し言ってて、まだ実力がないんで出ませんっていうのを言っていたら、そのいつまでたってもそういうチャンスを逃す人になっちゃう。家族も応援してくれるようになってきて、後悔ないように頑張れって言われてる。まさしく天地の連鎖、まあ、僕が今大会のスターに、孝太君には踏み台になってもらって、このチャンスをものにしていきたい。
と見てたらマジですよ、打撃のプレッシャーもやばいです。恐れはないです、まあ、こんなチャンス一生に一度あるかないかのチャンスだと思ってるんで、まあ、僕は今までまあ彼よりも一回り以上生きてきていろんなステージ立ってきて、まあ、人生の厳しさみたいなのを僕がまあそのステージで教えられたなと思ってるんで楽しみです。周りの意見とか家族の心配とかも振り切って、あとはピッチの上で最後ヘディングとかでゴールを決めてそれで倒れて死にたいぐらい思ってるんで、やっぱり自分が今回の試合に出れるっていうのは話題戦でこうやって出してもらえるんで認められるアスリートにもならなきゃなっていうのを思います。